こんにちは、柴田です。今回はこちら、スタインバーガーのレビューです。おはようございます。この独特なボディ形状、誰もが知るスタインバーガーなんですけれども、僕のね、最初のインパクトとしてはやはり元冬木さんですね。元冬木さんが夜も引っ張れでですね、いつも使っていた。夜も引っ張れっていうと、今のね、若い子たちは分かんないかと思いますが、安室奈美恵さんとかもね、出演していた歌番組というかね、カラオケ番組です。その後僕がギターを始めてからは渡辺和美さんが使っているとか、あと僕の大好きなバイセクシャルのりょうさん、あとデンさんですね、お二方ともこの形状のギターとベースを使っておりました。もう何よりもね、まずね、このヘッドがないっていうところと、このボディの形、これがね、あまりにも独特すぎて、一度見たらね、もう忘れられないようなギターなんですが、僕も今回、ね、初めてこうやって手に取りまして、あ、こういう作りだったんだと。全然僕がイメージしていたものとは違くて、有名なギターなんだけれども、あまりスペックだったりとか仕様を知られていないんじゃないかなというところでね、今回その辺もお話しさせていただきたいと思います。これ見た感じはですね、非常にコンパクトで小さいというイメージがあるんですけれども、ネックはですね、実はレギュラースケールの24フレット。めちゃめちゃがっつり弾くギターの仕様になっております。これもね、意外でしたね。弦はですね、ダブルポールと呼ばれている専用弦がございまして、通常の弦はですね、弦のエンドの方にポールがついているんですけれども、ダブルポールで、両足のポールをここに引っ掛けると。そしてチューニングはですね、ここのネジをぐる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 と回してチューニングをする、フロイドローズと似たような感じのチューニング方法になっております。渡辺和美さんの YouTube を拝見させていただいたんですが、渡辺さんが持っているこのスタインバーガーはですね、プロトタイプで、初期ものはですね、ここネジぐるぐる巻いて、ポールは一つだったらしいんですよ。その時はね、ここにね、ネジぐるっと引っ掛けてるだけだったから、いつ弦が取れてしまうんじゃないかっていうぐらいですね、心配しながら弾いていたそうです。この独特なブリッジなんですけれども、めちゃめちゃハイテクになっておりまして、実はね、ピッチを変えれるんですよ。ここにカチカチといったストッパーがついているんですが、これの位置を変更することによって、半音下げ一音下げ、そして半音上げ一音上げの変更をですね、瞬時にすることができます。最初に登場したのが1980年頃だったらしいんですけれども、かなりね、ハイテクなギターをスタインバーガーさんは作ろうとしていたんだなっていうのが伺えますね。そしてこのボディ材とネック材なんですけれども、カーボンとグラファイトを合成している素材になっていて、全く木ではないんですよ。地板もですね、合成素材なので木のような目がないです。木はですね、木目があるので縦線がピシーと入っていますが、これは合成素材なので全くそういったものがなくて、弾いた時の印象はですね、こうスベスベしている、全くザラザラ感がなくてスベスベしていて、印象としてはなんかね、樹脂を触っているような、ゴムじゃないんですけれども、なんかそういう風な印象を持ちました。最初は違和感があったんですが、全然ね、弾きづらいとかそういったのはないです。どちらかというと、このバランス感がですね、結構違和感があって、ヘッドがないんで、でも通常ヘッドがあるギターを使ってるから、なんかヘッドをこの辺だと思っちゃうんでしょうね。通常 G はここの位置なんですけれども、なんかね、こっち側を見ないで弾いていると、なんかこの辺のイメージなんですよね。2フレットぐらいずれてるんですよ。だからこっちにね、すごい寄っているというか、意識を持っていかないと、通常のギターを弾いてるような感覚だとまた違うんですよね。これは面白いとこですね。で、このスタインバーガーはモディファイされていて、通常はですね、ハムバッカーが2つ付いていたものなんですけれども、センターにシングルコイルが突き出されております。なんとですね、ピックアップは EMG です。こういった見た目のギターなんですけれども、ジャンル的にはですね、かなり幅広く対応しているギターです。モディファイでシングルも増設されているので、ここね、5ウェイになっておりまして、ボリュームとトーン。ここにね、スイッチがついているんですが、このスイッチは、リアだけを鳴らしているときに、これをオンにすると、こちらのフロントも鳴ると。なので、鳴ってない方のピックアップをオンオフできるスイッチ。例えば、リアだけで鳴らしてて、ここでブーンと行きたいというときにダブルでボンと。
鳴らしていくようなスイッチになっております。で EMG なのでもちろん電池が必要ということで、ここに電池ケースがありまして、ジャックがねここなんですよ。割とねこうやって引いていると引っかかるんで、 L 字のジャックになっているシールドの方がいいと思います。そしてストラップピンはこことここ、通常のギターのように担ぐことができます。まあ、非常にね小さめなボディで変わった形状なので、座って弾くのってどうなのとお思いの方もたくさんいるかと思うんですけど、実はですね全然座って弾くことができます。しかもですねご丁寧にここにストッパーがついていて、場所もね固定できる、位置を固定できます。ほんといろんなシチュエーションにですねもってこいのギター、色物のお遊びギターじゃないぞっていうですね、本気で作り上げたギターだっていうですね気持ちがこうひしひしとですね伝わってきます。しかもこのスタインバーガー現在はね作られていないんですよね。なので価値がめちゃめちゃ上がっていて、日本の中でもそうですけど海外でもですねかなり値が上がってきております。現在は廉価版も発売されておりますので、そっちの方で雰囲気をね味わえるっていうのはありますけれども、このガチのスタインバーガーなかなかこうして触る機会がないので非常にラッキーでした。ではですねこの後音鳴らしていきたいと思います。